まず一つ目、女のことを女って呼ぶ。それはちょっとやめてほしいよね。私が YouTube を始めてから直した話なんだけど、多分 YouTube 始める時とかは男とか女とか、まあなんかそんな感じで呼んでてんけど、大人気がないよなってそれでなんかある日突然思って、そっからできるだけね、男性とか女性って呼ぶようにしてる。会話の中でなんやらなんやらな女とか、なんやなんやな男とか、そういうのを除いて普通の話する時はね、男の子とか男性とか、ちょっとこうなんか敬った感じのあれにしないといけないなって最近思いますね。はい、はい、次。お店の鏡やガラスに自分の姿が映るたびにポーズをとって自分の姿を確認していた時。この気持ちわからんことない。なんかそういうさ、気を許してない友達以外と出かける時ってさ、なんかめっちゃ確認したくなれへん。しょっちゅうトイレ行きたくなるもん。だから私も多分こうやって歩きながら、そうだよね、ないのだよねとか歩きながら、こうこうやって確認しながら言ってると思う、絶対。次、年上男性が鳥を見つけて、わあ鳥だー、トコトコって追っかけた時まあ友達とかでさ、動物好きな子とかでさ、猫ちゃんとかワンちゃんとかさ、おったらさ、こうカテカテカテ行っちゃう子とかおるやんか。まあそんなん可愛いやん。まあだからその鳥バージョンなんかなって思ったら可愛いね今日はなるべく肯定していきましょう。次、ママ呼びをからかったらガチギレされたどんな感じでからかったんやろな。人前でママって言う、まだママって呼んでんのとか。でしかもどういう感じでガチ切れされたんかな。ママはママなのみたいななんか別にママとかパパって呼んでもいいけどさ、ある程度人前でこういう感じで言ったらなんかちょっとんって思われるよみたいなことは知っとかないといけないよね。私も普通に親のことパパとかママとかって普段言ってるんですよ。でもな、やっぱし人前ではね、ちょっとなんやろ、子供っぽい若っぽいってなんかちょっと大人げないのかなって思うから、母とか父とかお母さんお父さんっていうようにはしてる。なんかこの話全部読んでて、うわ私が気をつけようってめっちゃいっぱいなったな。相手の家にいた時に貸してもらったタオル、ユニットバスの匂いが酸っぱかったこと。これはさ、自分ももしかしたらそうかもしれへんやんか。タオルとかってマジで気にするよな。私も毎回友達とか来る時にタオル渡す時に一回匂うもん。なんやろなこの匂い、何の匂いか分からへん。でもまあまあまあ、あのいい匂いですよ早く男の子にバッサラとか貸したい。はい、次ね、お前と呼ばれた瞬間嫌やんな。それも嫌やんな。たまに勘違いしてさ、なんかさちょっと距離感がバグってるとかさ、雑に扱った方がなんかそれが仲いい表現方法って勘違いしてる人おるよな。ちょっとお前のこと雑に扱ったりしてるけど、それは仲いいっていう証拠やってみたいな、違うよっていつも私は思いますね。私結構いじられキャラやから、仲良くなってきたらすっごい急に雑に扱ってくる人とかおってん今まで。その人たちのいつも言い訳は、仲がいいからこれはお前にしかやってないねんでみたいな感じで言ってくんねん。これはお前みたいな仲やから言ってんねんでとか言ってくるけど、はっていつも私は思ってましたね。違うよね、違うよな、そんなん。次、やだとかうざいって関東弁だだこねられた時。なんかこれね、関西人のない人にはすごいなんか失礼なあれかもしらへんねんけど、関西人の中でもしかもなんかな、こういう私みたいな感じのデコテの関西弁喋ってる人たちとかやったら余計そうなんかもしらへんけど、なんか異性とかその気になる人がちょっとこう標準語すぎたら、ちょっとなんかめめしく思ってしまうというか、なんかちょっと違和感を感じてしまうみたいな人がね、なんか一定数いるんですよね。私も多分やだとかうざいとかって言われたらちょっとお姉なのかなって思ってしまう。向こうはそんなこと全くないと思うんですけどね。で私一番好きなんで、ね、九州弁っていうの、博多弁っていうの。なんか博多弁ってさ、なんか男性が喋ってたらさ、ゴリッゴリのヤンキーみたいな人が喋ってもなんかすっごい柔らかく感じひん。その見た目で関西弁喋ったらめっちゃ怖、ちょっと話しかけづらって思っちゃうけど、なんかその見た目でめっちゃいかつい人がさ、なんやらしちょっちゃちょみたいな言うやんか、博多弁で。それ喋ったら可愛いってなれへん。昔その太り弁のライブで福岡にいた時に、その横に座って席の人たちがバリイカツい感じの顔をしてて、怖ーって思ったけど、喋ってる口調可愛い、優しいってすぐなってん。次、コートが使い古されてて毛玉だらけだった時。まあまあ確かにね。でもさ、めっちゃイケメンで、うわーこの人絶対モテるやろなーっていう人がパッて見てさ、なんかこう毛玉だらけやったらさ、なんかちょっとさ親近感感じひん。前さ、この人めっちゃイケメンやん、さぞかしモテる人生なんやろなーとか思いながらさ、パッて服見たらさ、もうトレンチコードがもうシュワッカチャなやつ着てて、なんかちょっと親近感湧いてるね。まあ、こんなイケメンでも家帰ってるこうやってグラグラグラってコート置いてるんや私みたいな感じにねとかって思って、ちょっと親近感湧いてるね。私も大概にシュワッカチャのコート持ってるわ。人のこと言われへん。次、ダウンのポケットが700ミリのペットボトルでできた時。あー確かにね。なんかでも変に大きいバッグ持ってきて荷物がすごい多い人より、なんか私はさ、男性はできるだけ物が少ない方がなんか嬉しいなって思っちゃう。なんかアプリでその何回か会った男性がさ、なんか1回目は普通にちっちゃいこういうバッグやってんけど、2回目からね、登山行くんっていうぐらい毎回もうめっちゃ大きいリュック背負ってきはってんか、気を許してくれたんか分からへんけど、1回目これぐらいやったやん、なのになん
でみたいな、こう晴れの日でも置いてた傘とか、なんかティッシュとか絆創膏とかなんかもう水筒とかもいろいろ詰めてるみたいな、もう一回こうやってくるからさ、ですごいなったでもいざとなった時に頼りになるのはそういうさ、やっぱいろいろ持ってる人やから、でも荷物多くねみたいな、カフェに行くだけやで今日みたいな感じの時にもうこんな感じできたから私はだからこのもうポッキーから 700ml のペットボトルでできてる、まあまあいいかなと思うマスク外した瞬間、ああ初めて会う人とさマスク外す瞬間ってめっちゃ緊張しやん。なんか向こうもどんな顔してんのかなって気になるけど、私もすごい嫌やもんな外す瞬間。私結構唇がでかいから、こうしてたらさ唇どんなの分からへん、でも開けたら結構でかいからさ、唇太って感じで思われるかなとかね、そんな思いますよね。好きと思って LINE をしたら俺じゃなくてオイラって来た瞬間冷めた。ひろゆきさん以外にオイラっていう人おんねんな。ひろゆきさんがそれの弁解でさ、俺はなんか偉そうに聞こえるし、自分はって言ったらなんかはいみたいな、自分は何やでございますみたいな、そういう軍隊の人にみたいに聞こえるし、だからそれでオイラに息づいたらしい。めっちゃ仲良くなってからやったらいいけど、今その段階で言わんといてみたいなあるよな。私友達同士の間でやったら、自分のことまあこう面白くなんか言いたい時は何やら何やらなわいとかって言いたくなるんですよ。でもそんなん全くあの異性と LINE する時とか仲良くない人とか前は言わんからな。部屋が不潔すぎて付き合ってすぐに終了しました。トラウマです。どんだけ汚かったんかな。家に呼ぶってなったらまあ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 綺麗にするよね。人のこと言われへんけど、デートの後とかにさ家行っていいみたいな感じのシチュエーションになる時あるじゃないですか。なったことないですけどね、私はなったことないですけど、そんなんなったらさ私1週間待たせると思うわ。ごめんちょっと待って。 One week later いいよな、憧れるな、そういうデートしてみたいな。うち来るとか家行っていいみたいな。私は今ホラー映画を家で一緒に見てくれる男の子が欲しい。別に彼氏じゃなくてもいい、男の子が欲しいそれでキャー怖いみたいな感じのことをしたい、したい高校の時の元彼が笑い方グフフフって感じの含み笑いで無理になっちゃった、ごめんなさい。自分もしちゃうかもみたいな。どういう感じやろ、グフフグフフみたいな感じなんかな、グフフフ、あこれかグフフ確かにそれはねぐらいがいいよね、グフフフやめよう。次ね、アヒージョで残ったオリーブオイルをこれ全部飲んでいいと聞かれた時これおもろすぎ。アヒージョのオリーブオイルそう飲んだらもうここら辺もう胸焼きするやろ。私ももう一かけら残さずすっごい何でもかんでも食べたい人間やから、もうこの気持ちめっちゃわかるけど、デートやから我慢しようってゾンビみたいな食欲やからさ、もう次、奥手すぎるくせに目を合わせてきやがるなんか恨みでもあったんっていうぐらい嫌味だらけの文章やん、くせに来やがるいいやいいや、私も奥手に入るけどさ、なんか部活先生が人と喋る時とか人が喋ってる時は絶対に目を見なさいっていう先生やったんですよ。だから私結構こう人の目を見て喋らないとっては思うんですよ。私もこうやって言われるのかな、奥手すぎるくせに目を合わせてきやがる次、おすすめのカップルチャンネルを紹介した時にきつーって思って冷めました。あのさ、好きな YouTuber 見てますかっていうのって結構なんかそういう流派なんやみたいな感じで分かれるよね。え嘘とかも何もなく一番その会話をさ平凡に終われる YouTuber って東海オンエアさんじゃない。当たり障りなく、えそんなん見てんのとか、えそれはマニアックすぎんとか、そんなことをならずに平穏に終われる気がする。その相手がめっちゃ YouTube 見る人じゃなかったらそのトップ YouTuber みたいな感じじゃなくてもいいかもしれへんけど、不穏なく終われるのは東海オンエアさんかなって思う。私男性 YouTuber さんの動画結構見るんですけど、最近よく見てるのはエビスジャップさん、レイクレさん、コスメティック田中さんですね。お最近よく見てるかな、まあずっとかな、ここ半年ぐらいずっと見てる。次ね、こんにちはすいません、語尾に音符や変な絵文字とキモい文章を送られてきた時、ああ初めの初回やっぱし色をつけない方がいいですよね。こんにちはって言われたらああってなるもん。どんだけこういいなって思ってる人でも、3万中古の車を買って格好つけて乗りなって言われた時まず乗りなって言われるのが普通にえってなるよね。まあだからそれプラスにね、この3万中古っていうのがこうダブルに重なってるうわってなったんやろな。我々のパンケーキ、季節のフルーツを添えて、的な長い名前の料理を全部読み上げて注文した瞬間、あー、これはあるあるなんですか？最近なんか知ってんな、こういうのが結構こう、うわってなるよみたいな。それを知ってから私、最近男女構わず普通にお店行った時に、この人はどういう感じでメニュー読み上げるんやろってめちゃめちゃ気にするようになっちゃった。しかも自分も、あ、絶対これ長い文章読まんとこうと思って、みんなが言ってること全部反面教師にしてるんですよ。次の方も言ってますね。トロトロチーズとか肉汁あふれるとか正式名称で注文された時やっぱ
ぱダメなんでね。半目でキスされた時とかね、こんな感じでね。私さ、めっちゃさ、白目になりやすいねんか。よく見てくれてる方だったら、なんかもしかしたら知ってくれてるかもしれないですけど、多分寝てる時も多分こうやって白目向いてるんですよ。これは私が気をつけないとね。私絶対緊張して、うん、ってなってそう。家に遊びに行ったら布団がめちゃくちゃ汚い時、私も直そう。〇〇待ち合わせじゃなくて〇〇集合っていう表現をされた時なんかゴミがそういうなんか体現っていうのそれで終わる感じの人おるよね。行きたいお店があれば考えておくように丸とかさ、今日は何やろをする予定とかねなんか違うんよね。インスタの投稿があまりタイプじゃなかった時、ああインスタもめちゃめちゃ出るよね。私の理想のね、男性のインスタの投稿は、まあ、高校の部活の引退写真とかで集合写真撮ってるとか、例えば大学の卒業式でこうみんなで最後集合写真撮ってるとか、記念写真だけを投稿して終わってる人。だからその最新の投稿とか見たらもう1年前2年前とか、もう下手すればもう何年前とか、まあそんな感じで記念の写真しか載っけてない人がいい。あと付き合いたての時、俺結構献血好きなんだよねって言われて冷めましたえ、めっちゃ変わってるやんって言われる、そういうのを期待してたんかな。何それ、献血好きとかめちゃめちゃ変わってるやん自分って、その変わってるって言われることが嬉しいみたいな感じの人なんかな。私はあんまりさ、こう初回から自分の色をバンって出されへんタイプやからなんですけど、初回はだからさ、こう当たり障りなくノーマルな感じの方がいいのかなって思うけど、こうあんまり自分の色を出さずに変に出しすぎてもこんな人なんって思われるかもしれへんから、ほんじゃさ、その当たり障りのないっていう感じを心掛けすぎたら、なんかどんどん自分の色がなくなっていって見えてこなくなって、なんか喋りにくくなるというか、難しいよねこの塩梅というの、こうバランスみたいな、難しいよね。マスクにメロンアイスの塩がついた時、そのままこっち向いてきて無理でしたこれさ思うねんけどさ、仲のいい友達とかじゃない人がマスクになんかついちゃったら、ついてるよって言える？私は言われへんのよね。なんでそれ濡れてんねやろうってすっごい気になるけど、でもなんか別に今ここに替えのマスクないし、なんかついてるよっていうのもなんかどうなんかなと思って気になるけど、わー言わんとこーってなる。みんなやったらどう？どう？言うタイプ？ということで、おいしょマジで寄せられたこのエピソード見て、あ、自分が気をつけようってすごいなったということで、今日見てくれてありがとうございました。バイバイ。